2021年5月12日、中町にある竹形に来てどこだったかなって向かってたのですが、あまりにも遠かったので途中、進路変更して戻りました。それでもしんどいです。スタートはいつもの国道55号、美濃田安町付近からです。国道55号、後、国道略95号を使って静清県道291号、いわゆる竹形に和食線が来れば、そこから参道になります。ぐねぐねと自分の運転では、初見の参道で先がどうなってるのかわからず、やや怖かったです。鹿とウサギもいました。とにかく竹形にを目指すのですが、体力不足でコース変更します。徳島県道292号西の大久保線で、もみじ川温泉方面に抜けられそうなので、そちらへ行きます。道は、まあいいわけでもないし走れないわけでもないレベルでした。もみじ川温泉手前に出てくれば、そこは国道195号、東進して和食町内まで戻りますが、そこで進路を、平井トンネル経由で、新たの町内を走行し帰宅します。再び、国道195号、国道55号を走行し、津峰町でゴールです。今回は、夜間のくせに長いです。しかも、山道なので、あまり見えないと思いますが我慢です。スタートから、県道291号までを前半、県道291号から、もみじ川温泉までを中盤、残り津峰町までが後半です。夜間の車載は見ててもあんまり思んないんやが、走ってる本人は夜間のが好きらしいですよ。それとあれ、こんな深夜に山道なんてあまり走らないでしょ。ある意味心霊ドライブっぽくないですか。現在時刻で1時30分ってことは、山の中で2時から3時か、どこで人が埋まってるのかと考えるとちょっとブルッとするわ。
Thank you.
はここまで安定した道路やった。次からは山間部、時間も2時やし、お化けの一つは見つけられるかもしれへん。ここら辺心霊スポットあるのかな。中川のところに一気の慰霊塔があったような。